どうも、方言ボイスです。えんちゃんでーす。中尾美恵です。本橋です。言わせた。言わせちゃいましたね。本橋、中尾さんです。よろしくお願いします。3人目の。3人目の女子。だから3人目の。あれ今。森本さん。岡田さん。岡田ま。岡田ま。えなこちゃん。ありがとう。すごいですね。ありがとうございます。豪華ゲスト、もう2年越しで言ってたよね。2、3年生ね。そうですね、あんちゃんから聞いてましたね。オファーしてるぞ、なかなかタイミングがね。代表行ったり、いやいやいや、全然全然、俺らもね、そんな暇じゃないから。お互いに俺いつでもいいよっつってまあそんななこさんなんですけども、はい、まあとりあえずいつも通り、はい、バスケとの出会いとか聞きます、はい、聞きたいですね。どうして全然知らない。今日、うん、こうやって会話するのは初めてですけど、うん、会場で見たり、うん、当然テレビでね、オリンピックとかで見たりとか、うん、存在はもうずっと前から、うん、で娘もバスケ、ね、ミニバスやってるんで、うん、なので存在は存じてました。ありがとうございます、はい、すごいです、はい、今日は丸裸にしてはい、で、まあ、とりあえずバスケと出会ったきっかけ、きっかけは、はい、姉が私2人なんですけど、うん、まあ、姉が始めたのをきっかけに私も一緒にミニバスのクラブに、うん、一緒に、はい、出身ってどこだっけ。埼玉県の朝霞市です。終わりか。姉2人はあれですか、ね、いくつぐらい離れてるんですか。2歳ずつです。なるほど、はい、私が小学校1年生の冬ぐらいに、うん、バスケね、はい、あチームに入って、そこからずっと。両親じゃ計画的にね、ちゃんとそうですね、計画的にやってる。計画ね、2年計画それはもう、姉の練習についてってみてやってみたいってなったんですか。でも、親の考え的にもう同じ、うん、習い事をするみたいな感じだったから、うん、もう他にもバスケ以外にも水泳とか、うん、ピアノとか習字とか、うん、いろんなことをやってて、もう一緒にボンって、うん、みんな大体始める。一緒にボンだとさ、上結構年いってんじゃんあ、それ、そのピアノとか習字とかそういうのとかは、うん、姉とかが最初に始めてたけど、うんうん、でも私ももう入れる年になってから早めに。なるほど、そういうことね。使ったのが水泳とかで、うん、もう姉ちゃんとかが一緒に入ってるけど、私ももう一緒にもう行ってほしかったから、うん、早めに、うん、姉とかがもう何度もこう、うん、もう通ってて、うん、選手コースみたいなとか早めに行ってたね。で、私はそんなにまだ行ってないのにもうめんどくさいからか分かんないけど、同じ方がいいからもういきなり選手コースに行ってたよってでも親の立場だと分かります。分かる。親はもうレベルが違うとね、最初のこう、あ、そういうこと、まあ、レベルが低い頃だいたい早く始まるんですよ、うん、だから、うん、時間がその間、なるほど、時間とか送る時間とか送り迎えとかあるからってこと。っていうので、話してなのか、もう入れてもらえて、うん、いやでも周りの子とかは、そう、入れてもらえたんですよ、うん、まあお姉ちゃんがいるから大丈夫でしょ、みたいな感じ、うん、でも周りの子とかは、まあそれなりに積み重ねてきての、うん、めっちゃきついんですよ、ね、そりゃそうだ。永遠に泳げた。私、本当にきつくって。でも泳げたの。でも必死ですよ、もう夢中でも、本当に。もうだから水泳あんまり好きじゃなかったけどそんなことも言いずにただひたすらやったって記憶があります、すごい。でもその選手コースに見合う実力はついたってこと。そのうち最低限のところは行きましたけど、バスケもそんな感じ。バスケもそんな感じで、うん、まあでもバスケットは、うん、まあ、そんなにいきなりなんか選手コースとかも特にないし、そんなに人数も多くなかったから、うん、ミニバスで、はい、まあ、小学校1年生の子とかやって、うん、人数多くなかったから試合にはまあちょっとだけ出て、うん、でも特に何もすることなく、子供だったら勝つ。姉2人は上手いの。でも高校まで割とインターハイとかに出場する高校に入ってました。じゃあやっぱセンスだったんですね。でもそんなにそうでもねえのか。いや、それなりには頑張ってたと思いますけど、でもスタートで出てるとかそういう感じではなかったですね。親はなんで水泳とバスケをさせたの。まず泳げるのは泳げた方がいい。地球滅亡とか多分親の考え的には最低限字もうまく書けた方がいいっていうので習字を習ってた。確かにうちも。なるほど。自分はピアノを弾きたかったけど弾けなくて、うん、ピアノは弾けるったら嬉しいんじゃないかっていうので、親だね、うんうん、だからそこの水泳ピアノ習字は絶対習ってほしかったっていうのがあって、うんうん、マストで、うん、マストでやってて、でバスケットはお姉ちゃんが球技大会かなんか、うんうん、で小学校の時にやって
面白いからやりたいっていうのでお姉ちゃんがまずなるほどじゃあ入ろうか、うん、まあお母さんももともとやってはいたんですけど、あ、やってたんだ。でも別になんかバスケットやりなよみたいな感じよりかは、うん、お姉ちゃんがやりたいって入って、まあそうなったら必然的にそういうことだよね。下も下2人はね、まあよかったお姉ちゃんねえ、野球できないからそれなかったんだってオリンピック行ってないそこがなかった、まあ、そこが一番大事としては、じゃあ別に大したあれもなくミニバスは終わった感じなんです。そうですね、でもミニバスそれなりにチーム強かったんだ。全国大会とかには行けなかったけど、うん、それなりに真剣にやってたし、うん、6年間やってたから、うん、最後の大会で負けちゃった時とかは、うん、あの私の人生終わったギャン泣き、ギャン泣き終わしたと思う。人生かかってないけど何もかかってない何もかかってないし、そこまで思い入れられたってことだね。小さいなりにそれだけ、うんうん、まあ、思えば強くやってたんだと思います。他の習い事は悔しいからみたいな、まあ、いや、6年間はやるっていうのが多分あったから、うんうん、6年間ありました。あ、習字とかも本当に好きだったから、うん、習字は割と好きでやってた、うん、ピアノはと水泳に関してはあんまり、うん、好きじゃなくはないけど思い入れなかったから、もうやらなきゃっていう使命があって、まあ、そういう感じで使命感ね。そう、小学生まではやらないといけないなみたいな。いや、そこまでなんか悔しい思いとかはないんだ。特にない。バスケだけなんだ。バスケットだけ、うん、でもまあ続けられるってすごいですよ ね。それをちゃんと、うん、で中学校も普通に入ったり地元で入った。地元ではなくて、まあ近いんですけど、うん、まあその地域ではちょっと強い。あ、もうそこでもうバスケもやろうろ悔しいじゃん。ミニバス悔しかった。だからまあちょっと強いところでっていうのは、うん、でも割とお姉ちゃんとかが一番上は地元の中学校行ってて、うん、でもそこがあんまり強くなくって、うん、なんか悔しい思いしてて、うん、で2番目がちょっと強いところに行ってっていうので、うん、まあ私もそういう風にした方がいいんじゃないかっていうので、うん、長女のおかげだね今のところ長女のおかげだね。自分の判断でそっちに行きたいって言うと、なんか周りからそのミニバスとか親の勧めとかで、うん、そっちの方が強かったかもしれない。自分からもうここに行きたいっていうよりかは、うん、もう姉は、まあ、うん、そういうところで悔しい思いしてるから、うん、で2番目もそっち行ってるから、うん、なんかもうそっち行った方がいいんじゃないみたいな感じで、分かった、じゃあそっち行くみたいな。割となんか入っちゃえば、まあ、それなりに頑張るけど、うん、自分の意思っていうかはあの姉ちゃんを見て、うん、なるほどね、こっちに進んだ方がいいんじゃないかっていうので、ああ反面教師にしてるね姉をね。そうだから途中でなんか自分辞めるとかそういうこともなかったし、とりあえずやらないといけないんだろうな、うん、うーん、まあ、そういうことね。ってことは次女と同じ学校に行ったと聞きました。3年1年だ。3年1年で、そこは全国は行ってない。県大会に行ってて、うん、関東に行けたらいいねっていうので、うん、まあ、県ベスト4入れるか入れないかっていうギリギリのところ、うん、だその次女が3年生の時は行けたんですよ、うん、県大会。あ、行けたんだ。そう、うん、なこと行けなかった。行けなかった。あら、ベスト4ぐらいで負けちゃった。なこキャプテンでしょ。キャプテンな、キャプテンっぽいんだよ。ぽい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 全然全然もうキャプテンなのに。でなんかやっぱ羽田見てるからうん、あんまそうですよね、あんちゃんね。本当に小学校も中学校もキャプテンだったけど何にも喋れないキャプテン。ああそうなんだ。ただバスケットやってるだけ。あだからめちゃくちゃ中学校の頃は怒られました、うん、怒られた。もっと喋る、もっと怒るみたいな感じで、そっちの方がきつくって、うん、なんかバスケットやることより、うん、怒らないといけないキャプテンとして引っ張らないといけないんだって言ったところで、うん、結構先生とかに言われて、うんうん、なんかじゃあバスケ頑張れなくなっちゃうね、そうなってくるとね。そうだね、ね、え、じゃあそれでも悔しい思いをしたってこと、中学。うん、悔しかったですね。でもやっぱり勝てないと、うん、で、高校は高校は、うん、東京の高校に進学した、うん、それも、次女が東京の高校、その当時、東京で強かったのが、うん、聖徳、うん、実践、明星だったんですよ、うん、あで、また遡ると、うん、姉が埼玉の高校に行ったんですよ。で、ずっと地元に今でもその前に東京の聖徳に行こうか、その埼
玉の田舎区っていうんですけど、うん、まあ、その当時はもうちょっと強くて、うん、そっちに行こうか迷って、うん、で結局田舎区に地元の方に行って、うん、でもやっぱ成徳に行けばよかったねっていう後悔があったんですよ、ね、それで次女は東京の成徳か、まあ、神社か明星かっていうので東京の高校にお選ぼうみたいな、うん、ちょっとそっちの方がレベルが高いかなみたいな感じで、うん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 、でまあ、結局実践に実践だすげえ、すげえ兄弟だで、私も、まあ、じゃあ埼玉よりは東京がいいよね、うん、じゃあ聖徳実践、明星どれにしようかって言って全部見学に行ったんですよ。練習見学させてもらった中で、うん、なんか明星の練習した時に、うん、え、なんかここがいいなっていう直感で、中学もあのとこ行ったし、うん、で実践にいるから、うん、もうみんな実践だろうなって、うん、お父さんとかもみんな、うん、もう実践行け実践行けみたいな感じで言ってたけど、うん、なんかいや明星がいいってなって、明星に行きました。あ、でもそこちゃんと最後自分の意思ですね。そう、そこだけ初めて、ね、自分の意思で、ね、うん、明星がいいって言って、え、そんな人は生きてっつって行けんの、まあ、でもバスケの成績ってこと、あ、そうです、まあ、よかったってこと、そうですね、先生と話して行きたいですって言って、じゃあ推薦ねみたいな感じで、で、明星で、明星で、それで1年生の時インターハイ出たけど、まあ、メンバー外で、うんうんうん、2年生の時はインターハイ出れなくて、うん、3年生の時にインターハイの3位になれたんですよ、うん、あれでしょ、カラスオってやったやつでしょ、そうです、そうです、そうです、延長戦で負けた、延長戦負けたっけ、もう絶対勝ちゲームだったのに、最後の何分かでプレス敷かれて、うん、ボール運べなくって、うん、何個かはい、負けました延長戦になって負けた、あ、そう、でもそれまで本当に組み合わせもすごく良くて、うん、で、なんか行けたんだ、本当に運も良かったと思う。練習そんなきつくないよ、いや、きつかっ た結局きついんだ、練習見に行ったのにね、きつかった、きつかったけど楽しかったんですよ。なんかすごく、そう、シナ先生がバスケット、うん、すごい頭を使うバスケット、うん、で、いろんなこうバスケットの仕組みとかもそこで初めて学べて、うん、チームスポーツっていう、うん、なんか中学校までは割と1対1とか、うん、5対5ってやるよりかは1対1で打破してみたいな感じのところが強かったのが、チームで5人でこういう動きでセットプレーの中で動くっていうのとか、ディフェンスでもチームディフェンスを学んで、すごい面白いって思ったんですよ。なんかそう、高校が一番そのバスケットの考え方の基礎を学べたというか、そういう楽しさはすごくありました。なるほど。それで負けちゃうんだ、最後の最後で。そう、そう、最後の最後の負け方としては悔しかったけど、でも、もう何年かぶりのベスト4だったし、結構快挙的な感じで、で、その成績もあって大学に行けたんで、本当に結果的に、直感で行ったけど、明星選んでよかったなっていう。はい。え、その時からそうって誰いるの？宮沢は、あー、宮沢ナポリボケてもさ、あんま帰ってこない、今日ほんとボケない、リチアさんが突っ込んでくれるから全然、でも僕も宮沢さんの名字は知ってますけど、下がわかんない宮沢とかいたのね。それで、まあ、大学進学じゃん、もうそれもちょっと悔しいから大学でもやってやろうみたいな感じなの、うん、もう大学ではもういいかな、まあでも、うん、もう今から試験勉強しても、うん、ここも使えるかわかんないけど、まあ全然勉強してないじゃん全然受験してないじゃん、ね、全然受験してないね、してないの、まあ、ちょいちょい、試験勉強のためだけの勉強だけしてきて、受験勉強っていうのは全然してなくて、うんうん、だからまあやっぱりバスケットは続けないと大学には進学できない、でもそんなにこうトップレベルのところっていうよりかもう2部とか3部で楽しくバスケットできたらいいなっていう、で将来のための大学でそこで将来やりたいこととか学べたらいいなっていう考えがあった、うん、でもそれ1部じゃないの、バスケット、そうなんですよ、あんまそうですよ、でもまあ早稲田に行く経緯が、うん、そのまあ大学を選ぶって時に、うん、まあ、2部とか3部でいいなって思ってたんですけど、うんうん、あの担任の先生がと面談をした時に、うん、そのインターハイで3位になったっていうのと、うん、まあ、学業も、まあ、試験勉強は本当に頑張ってたから、うん、割と学校の成績は良かったんですよ、うんうんうん、その成績と合わせたら推薦で、うん、あの早稲田行けるよみたいな感じ、一部行けちゃうよ、えでもその時一部知らなくて、知らねえんだえでも早稲田行けるんだったら、うん、なるほどね、
それ生きるんだったらその将来のことを考えたら絶対行った方がいいやと思って、じゃあちょっと行きたいですって言って頑張ったんですよ、推薦で。推薦を頑張るって先生だから面接とか面接頑張ったんですよ。はいはい、まあ、そんな頑張ってないですよ。ただ蓋を開けてみたらその前の年のインカレで優勝してて、マジだってそんな強かったやばみたいな。そこで初めて知って、高校の時はもう全然大学のバスに興味なかった。そう、知らなかったんですよ。へえ、事情を蓋を開けてみたらそんな強いところで、びっくりした。だから推薦だからバスケやんなきゃいけないでしょみたいなことね。そうです。でとりあえず入ったんだ。じゃあはい、ただちょっと強い大学でびっくりして、まあでもこれまで通り入ったからにはやらないといけない。軍人かよ。なんかちょっと負けず嫌いなところもあるじゃん。なんかあと一度なんかこうやるって決めたところ、その環境ではやれきらないとっていうところ真面目なんですよ私。それが真面目だ。今まで聞いてて、そうだね。そうだね。環境与えればね。そうそうそう。ドッグランかよ。掘り込んだの。掘り込んだ。走り回る。そうかもしれない。で大学は意外といいところ。行けましたね。行けましたね。大学3年の時には優勝できたし、うん、インカレ優勝。インカレ優勝。で、1年、2年も、1年が準優勝かな、うん、2年がベスト4行けたかな、うん、3年が優勝。もう本当に大学で終わりにしようと思ってたから。今度こそ、本当に。次こそ。もう本当に。ただ羽田への推薦があるよ。その推薦で。だからもう大学3年で優勝して、うん、もう大学4年で優勝。そしてもう終わろうみたいな、うん、意気込んでスタートしたんですよ、うん、したら4年の時に怪我をして。え、そうだった。そうなんです。4年生になった4月にも前十字で手バスケできなくなっちゃって、うん、あれってなって、うん、そしたら羽田から推薦もらえて、うん、え、推薦あるんだ。推薦じゃないで、オファーいただいて。いやいや、でも落合さんも瀬崎さんもいるし、うん、そもそもやるつもりなかったし、うん、いやいやと思ってたけど、うん、まあそうやって過ごす中で、うん、いやーちょっとバスケットやりたいなーっていう思いもちょっと芽生えてきて、初めてだったんですよバスケットできない生活っていうのは。なるほど、怪我してね。怪我も一切してこなかったから、うん、もうずっとやってきてて、うん、正直苦しかったし、うん、もう早くやめたいっていうふうに思ってたし、うん、だけどバスケットからすごい初めてこんな離れて、うん、いやもうちょっとやりたいなーって、そこで羽田に行っちゃうって言っちゃダメ。